どうも、ライズです。今回は皆さんに魔法使いの夜の遊び方についてご紹介していきます。ではまず、魔法使いの夜を最大限楽しむためには紅茶、ダージリンが欠かせないので作っていきます。魔法使いの夜は一度のプレイ時間が割と長いので、ティーポットには、こちら2杯分の水を入れていきます。今回はティーパックを使わず茶葉を、2杯分入れていきます。沸かしたお湯をティーポットに入れたら、3分ほど待ちます。で、この待つ時間はティーパックや茶葉それぞれ個人差があるので、個人差、自分が持っているこの紅茶の、待ち時間を確認してください。それではティーカップに紅茶を入れていきます。で、今回はチョコを用意したんですけど、チョコではなく、なんかこう乾いているクッキーやそういったものを用意するのが一番だと個人的には思っております。食べ物の用意ができたら、心地よい椅子に座って PC を起動し、高音質に対応したヘッドセット、高画質モニターを用意して、こう快適に魔法使いの夜をプレイしてほしいです。というか、イヤホンではなく本当にヘッドセットの方が魔法使いの夜の世界観に浸れるので、なるべく皆さんいいヘッドセットを。ちょっと沸かしたての紅茶を一気飲みしてしまって、その舌が火傷しそうになったんですけど、あの魔法使いの夜は紅茶をちょびちょび飲みながら、クッキーなりスコーンや、チョコを食べながらね、こう映画鑑賞するように魔法使いの夜をプレイしていくと、本当にすごいいい時間を過ごせます。あの魔法使いの夜は戦闘シーンだけではなく、日常の描写もすごくいいし、 BGM の合わせ方が本当に半端ないので、こういった環境づくりを徹底することにより、本当に楽しく、ゲームを遊ぶことができます。なもんで、なんだろう、この動画を参考にして、そういった楽しみ方をしてくれる人が出たらいいなと思いました。ただ今現在魔法使いの夜も、今現在魔法使いの夜をプレイし終わってる人もぜひやってほしいですね。あの紅茶飲みながらプレイする魔法使いの夜、本当にいいので。では、これで動画の方終わりたいと思います。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた今度。